ふのりは、新生高層綱杉のり木ふのりかふのり族に属する、階層の総称である。不規則に、また上分子する、円筒状、または、やや平たを下も体を持ち、しばしば長官体上部で群落を形成する。日本を含む北、太平洋沿岸域に分布する。ふのり族には、花ふのり、袋くるふのり、真ふのりなどが含まれる。いずれの種も、 食用とされるが、特に袋フのりが用いられることが多い。また、フのり類の細胞壁多等であるフノのンは、ガムの有効成分や健康食品に用いられることがある。古くは、のりの原料とされ、漆喰や織物ののり付け、工芸品、制発など様々な用途で利用されていた。磯に生えた袋リのりロフノリ,フクロフノリ下はンンズ、横断面図。 肺偶体と四分胞死体はほぼ同型。も体は直立し、円柱状、または、やや平たつ、不規則に二砂状分岐する。単軸性。皮層を構成する細胞は外側に向かって、小さくなる。内部は、ンイ糸を含む緩い髄となるか、または中空。粘質に富む。肺偶体は、私有異種。内皮層の特別な外糸において、 下部の細胞一つが除細胞となり、そこからに細胞からなる作り替え糸が生じる。連絡糸を介して受精核を受け取った除細胞は、周囲の細胞と融合して融合細胞となり、増法糸を生じる。増法糸は、ほとんどが過方指脳になる。脳下は母体表面に突出する。造成器は、非相細胞の末端から形成され、作上にはならない。 四分胞子脳は、悲層細胞から形成され、四分胞子形成は十字型。冬から春にかけて、成長、成熟し、夏には消失する。万丈の基部は、数年間生存するとも言われる。波の強い腸幹体上部に、大きな群落を作ることが多い。日本では、食用とされることがある。また細胞壁多頭である符の乱は、 ガムの有効成分や健康食品に利用される。古くは煮溶かして、糊としたものが漆喰、織物用庫料、紙の防水や艶出し、洗髪、制髪剤などに広く利用されていた。日本では古くから利用されており、焦燥印文書には、万葉仮名で、布糊が記されている。奈良時代には布糊が高能品に指定されていた記録はないが、演技式では、 高農品に指定されている。演儀式では、数の名の漢字を用いているが、演儀式以外では、奈良時代以降、この字は普通別の構想である角又類を指し、譜乗りには布乗り布苔などが使われている。また、和名類受賞では、官名の海ラを当てている。和名類受賞の記述では、食用としてはあまり好まれておらず、朝廷から寺院への食用としての支給も、 非常に少ない。一方で、高能国は多く、高能価値も比較的高かったことから、食用以外の用途で広く利用されていたと考えられている。ふ乗りは晒して、煮とかしたものをのりとする。これに石灰と酢さを加えて、漆喰としていた。中国では、古くからふ乗りを漆喰に使用しており、中国北部の牧海は、ふ乗りの産地として知られていた。 ふのりを用いた漆喰は、飛鳥時代の頃に、日本に渡来したと考えられており、高松塚古墳や法流寺の壁画にも使われた、可能性がある。その後も中世から近世にかけて、このような漆喰は建築物に広く利用されていた。また、ふのりの糊は絹織物や綿織物の塗り付けにも広く使われていた。他にも絹への下地、陶磁器の下への下地、 様々な工芸品、紙の防湿、紙や革の艶出し、眼薬、鋳型の砂を固める、水引きや筆先を固める、固定に入れて、石鹸の代用、洗剤、洗髪、制髪など様々な用途に用いられていた。江戸時代には広く売買されており、大阪には、ふのりどん屋が法歴4年に開業しているが、それ以前から広く売買されていたと考えられている。 全国から集められたふのりは、大阪では西成郡伝坊村、江戸では葛飾上、平井村で、晒しふのりに処理されていた。毛吹草は諸国の名産品を挙げており、ふのりの産地として、伊勢、紀、土佐、文語、肥前が記されている。明治初期におけるふのり再一は、北海道、宮城、岩手、千葉、三重、和歌山、徳島、 愛媛、高知、山口、長崎、鹿児島と日本全国に及んだ。第二次世界大戦前には大阪には30件ほどのふのり丼屋があった。しかし、第二次世界大戦後には合成のりが使用されるようになり、のりとしてのふのりの利用はほとんど消滅した。ふのり類は地域によって食材とされる。 ふのり族の種はいずれも食用とされるが、ふくるふのりが最もよく利用される。2月から4月にかけてが採取期で寒い時のものほど風味が良いと言われる。採取したふのりの多くは、天日乾燥され、市場に出回るが、少量は生のまま、または塩造品として出回ることもある。天然ものが採取されているが、昭和30年代以前には、 養殖が試みられていた。主な産地は北海道、三陸海岸、紀伊半島、九州西岸などであり、年間生産量は数百トンほどである。乾燥ふのりは数分乾水に浸して戻し、味噌汁、酢の物、刺身のつまや海藻サラダ、蕎麦のつなぎなどに用いられる。お湯に長時間つけると溶けて粘性が出るので注意が必要である。 フノリの細胞壁が落胆であるフノランは、葉の再石灰加速振動やプラーク形成阻害脳を持つことが示されており、ガムの有効成分に用いられることがある。また、フノランには、血圧効果や血中コレステロール低下、高腫瘍活性などの薬理効果が示唆されており、健康食品に利用されることがある。2020年現在、フノリ属には5種ほどが知られている。 ありがとうございます。